現地 YouTuber が月一でお届けします。カリゾワニュース6月号です。皆さんこんにちは、坂井太斗です。ゆうこです。本日はもう6月になってしまって、もう1年の間のね、半分が経過しようとしてますけれども、カリゾワここからねハイシーズンが始まりますので、今日もね情報満載でお届けします。まずはオープンクローズ情報からです。ザ・パイホールロサンゼルス旧軽井沢、こちらがオープンしました。こちらもともとですねプリンス通りにあったお店なんですけれども、閉店いたしまして、で旧軽井沢の方に新しくオープンしたということになりますね。なるほど。そして今回はですねクローズ情報もお届けします。軽井沢プリンスショッピングプラザなんですけれども、ブルガリが5月10日で閉店、そしてプラダが5月末日で閉店ということになりました。結構大きいブランド2つともね、うまくいかなかったんですかね。でも結構プラダとか人入ってた気がしたけどな。そうですね、ただまあプラダに言えることは結構インバウンドの人の売り上げでなってたのかなっていうのもちょっとあるので、あの特に中華系の方に人気っていうのブランドって印象があって、まあ、なんかほら、あの前回のカレザーニュースではね、フェンスショッピングプラザの2022年度の売り上げが過去最高だったということだったと思うんですけども、まあ、これほとんど内需が大半だと思うので、うそういう意味では海外に強いブランドが撤退しちゃったってことなのかなということですかね。次のニュースです。旧ロミシー別荘と軽井沢新スタジオが国の登録有形文化財になります。軽井沢にある旧ロミシー別荘なんですけれども、まあ、こちらの万平ホテル近くにあって、まあ、立派な別荘だなっていうので見たことある方もいらっしゃると思うんですよね。こちら大正12年に建てられた木造の2階建ての洋風別荘なんですけれども、もともとドイツ人の方々が暮らしていたそうです。で、映画風立ちぬの舞台となった別荘でもあって、こちらで山口百恵さん、それから三浦友和さんがロケをしていたんだそうです。一方で新スタジオの方ではですね、軽井沢の聖パウロ教会などを手掛けアントニー・レモノさんの晩年の別荘兼アトリエということです。これ登録有形文化財、しかも国の、ね、文化財になったってことなんで、なんかあの観光、ね、スポットとして公開将来的にはするのかなみたいなことも思うんですけれども、まあ、前回 の、ね、あのタリア戦の時にも、元、ね、元というか前町長か、前町長の藤巻さんお話しされてましたけれども、やはりそのどうやって管理を続けていくかとかね、そういうのってすごい課題だなと思うので、なんか一つこう文化財になったってことで、また一つねこの建物もいい形で残っていくといいなっていうふうに私は思いました。はい、次のニュースなんですけれども、まあ、観光名所という言葉が今出ましたけれども、うん、新しい観光名所ができたんですよ実は。何？雲場駅近くにできたんですけれども、はい、自然主義作家とも称される作家の正宗白鳥氏の文学碑が、今年没後60年を迎えるそうなんですけれども、雲場池近くの、市のもともとあった旧別荘の敷地内に、移転しました。でこの移転したことで、皆さんが訪れることができる、まあ、観光スポットとして、はい、広くあのオープンしたということになります。こちらの文学碑はですね、もともと正宗氏が亡くなった1965年にですね、作家の川端康成氏とか文芸評論家の小林秀吉らが呼びかけて文学碑を建てたんですね。その時は旧軽井沢のもう北の方の、まあ、山中にあったということなんですよね。で、なんかその近くになんか当時町営のユースホステルもあったみたいなんですけれども、町営のユースホステル、あ、そんな時代があったんだみたいですね。ちょっと今からするとびっくりですけど、なので、まあ、雲場池散策のついでにねちょっと訪れてみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。今ね綺麗に整えられてますので、はい。軽井沢では6月、ローズシーズンを迎えます。ということで軽井沢のローズ情報についてお伝えしたいと思います。例年ですね、軽井沢では、ローズのシーズンが、まあ、最盛期を迎えるのがですね、6月の中旬から7月の中旬ぐらいまでなんですね。ただやっぱり都心の天候によって少しずれ込んだりなどしますので、詳しくはその施設、これから紹介する施設の、ホームページ6月に入りますと、あの細かく逐一こう毎日配信したりとかし始めますので、そちら、チェックしてみてください。
ローズが楽しめる施設として2つ、施設を紹介したいと思います。まず1つ目がですね、軽井沢レイクガーデンですね。こちらは軽井沢レイクニュータウンという別荘地の中にある、ガーデンなんですけれども、この6月の季節はですね、ローズが本当に美しいんですよね。でミニコンサートなんかも行われまして、いろいろイベントもね、各種行われますので、そちらも詳細ちょっとチェックしてみてください。そして2つ目がですね、塩沢タリア線のイングリッシュローズガーデン。こちらもね、とっても美しいローズガーデンになります。こちらもイベントが様々に行われておりまして、毎年ね、狩矢崎翔吾さん、華道家のが来られているので、今年も多分 おそらくお越しになられるんじゃないかなと思いますが、ちょっと早く6月の初旬ぐらいに、この軽井沢地域来るよっていう方は、一足早く楽しみたいっていう方はですね、お隣の、小諸市にあります夢ハーベスト農場へ行くといいと思います。こちらはですね、現在こちらを撮影しているのは5月末なんですけれども、現在の状況からおそらく6月の9日頃から開花することが予想されているそうです。詳しくはこちらになります。それ以外にローズを楽しめるカフェ、こちらも紹介していきたいと思います。なんと、こちら今ご紹介したですね、ローズを楽しめる施設の中に入っているカフェ、こちらで楽しむっていうのが、まず一つおすすめですね。例えば軽井沢レイクガーデンですと、ルゼビラという、ホテルがあるんですけれども、こちらの、ロビーラウンジというかのがラウンジですね。こちらの、ね、ラウンジの、私のおすすめはです、個人的おすすめはですね、ラウンジのテラスの席を、予約の時にちょっと取れるか分かんないですけれども言ってみて、テラスの席はお庭に面していて、そこにバラがありますので、そこは結構ローズを楽しめるかなっていう。それから私のおすすめがですね、軽井沢ルヴァン美術館のカフェですね。こちらはそんなにローズの数はね、正直言って多くないんですけれども、オープンテラスになっていて、もう全部テラスになってるカフェなんですね。なので6月って結構風が気持ちいいじゃないですか、すごく爽やかで、雨が降ってなければですね、なので、で割とあまり知られてなくて結構空いてることも多いので、ちょっとローズはそんなにたくさんあるわけじゃないんだけれども、こう風がすごく気持ちよくカフェを楽しめる場所としておすすめかなと思います。カーリングミックスダブル選手権で銀メダルを獲得しました。韓国で決勝が行われたカーリングの混合ダブル世界選手権にて、日本の松村千秋選手、それから谷田康政選手、こちらのミックスダブルスペアがアメリカに2対8で敗れ、銀メダルを獲得しました。同種目の日本勢としては過去最高の5位を上回って、初めて表彰台に上がったということです。松村さんは軽井沢町ご出身なんだそうで、軽井沢町役場に懸垂幕が掲げられました。私はこれはですね、決勝では残念ながら負けてしまったんですけども、準決勝のハイライトを見たんですが、なんか本当にもうすごい接戦で、多分このぐらいの大会でミックスダブルスでね、決勝行ったのが初めてだったと思うんですよね。で準決勝のね、この測定でやっぱりそのどっちが近いかみたいな、もうものすごいもうコンマもうミリ単位の戦いがあって、なんかそれはもうすごいね、感動しましたね。ものすごい熱い戦いだったんですね。そのカーリングってね、東京オリンピックの時期に盛り上がって、それ以外の時期ってあんまり全国的には騒がれないんですけれども、結構軽井沢界隈ね、カーリングファン多いので、同じようにね、こう熱戦を見守った方も多かったんじゃないかなと思います。最後に私たちからニュースです。私たちが手掛けているバスソルト、こちらがですね、旧軽井沢のスルジェさんで取り扱われます。オンライン以外で売るのが初めてということなので、我々もね、こういう規模で、YouTube とかね、いろいろやってるんですけれども、とうとうね、実店舗に商品が置かれるということで、なんかものすごく緊張しますね。そうですね、香りを嗅ぎたいという方、確認したいという方もいらっしゃったので、結構多かったですね。その瓶を置かせてもらってます。スルジェさん自体もすごい素敵な雑貨屋さんなので、チャイもねすごい美味しいですし、ぜひ立ち寄って見てください。テニスコートの、ね、近くです。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くようにスーパーサンクスのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。